こんにちは、工藤沙央です。今回ですね、今週末にマジックボックスをですね、マジックボックスファーストを公開するにあたってですね、明石家清兵衛の方から、まあ、あの、米ちゃんの方からですね、沙央ちゃん、この工藤沙央ですね、起こしている工藤広告研究所のですね、マインドアイデンティティ、まあ、いわゆる企業理念についてですね、語ったらどうだいという話をいただいたんでね、まあ、ちょっとこれを機会にですね、このマインドアイデンティティについてですね、ちょっとお話ししたいかなと思いまして、まあ、この動画に至るわけなんですけども、まず、こう、工藤広告研究所は、まあ、あの、私がですね、起こすにあたる、こう、ミッション、こう使命についてなんですけども、まあ、興味深いことはですね、僕たちのこう日常に隠れているんだと。まあ、あの、今こうインターネット時代においてですね、世界は近くなって日々膨大な情報にこう溢れている時代ですね。あの、そういう時代の中でですね、工藤広告研究所はついこう見過ごされがちなですね、身近なものにこうスポットを当てまして、時に大げさに、時に繊細に、こんなにも興味深いものに囲まれて僕たちはこう幸せ者なんですという気づきをですね、共有しようということなんですね。ビジョンについてはですね、まあ、いわゆる将来像ですね。まあ、これについてはですね、僕たちがこう、生まれ育ったこう、日本の日常にですね、いかに素晴らしい宝物が溢れているのかと、これを世界に発信していくのがですね、工藤広告研究所のこう、使命だと考えているんですね。まあ、まあ、そうですね。あと、バリュー、価値観について、まあ、この扱う商品というかですね、まあ、ここではテーマというふうに称しますけども、徹底的にですね、この見えにくい部分のこう、付加価値をこう、追求した演出で、こう、新しいこう、価値観をですね、具現化するということに徹するということなんですね。で、続いて、こう、スピリットですね。こう、精神。まあ、我々工藤研究所の、こう、研究員一同、この世の中にですね、全く役に立たないものなどないんだよという、まあ、マジックボックス、今回のファーストにもですね、まあ、出てくる、こう、セリフの一部ですが、僕たち研究所の、こう、精神の、源はですね、そこに尽きるんですよ。はい。で、スローガンについてなんですけども、ま、こう、マジックボックスのエピソード5とか、まあ、マジックボックスファーストでもですね、まあ、いわゆる K とか、こう、ベイちゃんがこう、話すセリフで、僕はとても心外なんですけども、チープで、チンプで、チンプンカンプンな、のは、結構面白いよと、いうことですかね。続いてなんですけども、マジックボックスエピソード0、1、2、3、4、5とあった上でのこうマジックボックスファーストということなんですが、正直ですね、僕はあのマジックボックスファーストは考えてなかったです。全く予想だにしてないことで、まあ、マジックボックスエピソード5なのか6まで行くか、わかりませんでしたけど、究極は、エピソードのラストで、マジックボックスって今まで、こう、サウンドシナリーとか、ショート365で、いくつか作品、別のアレンジで出てるんですね。で、いわゆるエピソードの最後に、こう、歌詞がついたマジックボックスをバッと披露するということで、終わりかなというふうに思ってたっていうのがこう正直なとこなんですけども、まあ、もともとですね、このマジックボックスっていうのは僕とひとしっていうね、まあ劇中にもこう声の出演で出てきますけども、まあ、マジックボックス自体はザオではなくてキヨシ、
ひとしときよしっていう、ユニットでですね、まあ、テクノ、ユニットということで、こう、やっていたわけなんですが、もともとひとしと、まあ、僕は、40年以上になるですね、お互い最古の、友人関係になるんじゃないかな。で、実際ひとしはですね、数年前から、行方がわからなくなっているんですけども、まあ、ある時ね、まあ、ある時っていうのは、まあ、エピソード2で出てきますけども、非通知で電話がかかってきまして、まあ、その中で、またマジックボックスやりてえな、というふうな本音を聞くんですね、僕が、ひとしの。ただ、まあ、非通知でかかってきたまま、連絡先をこう知らされないまま、電話切られちゃってですね、僕はまあ、ザオは詳しい状況は、知らされていないまま、こう、途方に暮れているという状況なんです。で、それでもですね、ザオは、僕ですね、ユニットをこう、再活動するためにですね、まあ、いわゆるそれを口実にこう、ひとしをこう、元気づけたいという形で、またね、いつ連絡があっても、それに対応できるように、工藤広告研究所のメンバー、仲間たちとですね、マジックボックスを何度かこう、活動しようということでスタートさせたというふうな話になってるんですね。まあ、ここに明石家清兵衛も絡んでいるんですけども、一方、この、まあ、いわゆる明石家清兵衛こと、米ちゃんなんですけども、まあ、もともと、こう、僕と、米ちゃんの関係っていうのも古いんですけれども、まあ、実際、この、工藤広告研究所の発案者っていうのは、清兵衛なんですね。米ちゃんなんですね。で、実際、僕と、ザオと、米ちゃんの、こう、密な関係はですね、周りのものには、こう、知らしていないんですよ。知らされていないんですけども、まあ、一定の距離感を持った関係というふうに認識されているという状況なんですね。で、その、米ちゃんの方なんですが、こう、まあ、数年前にありました、こう、世界的なね、コロナ禍による、こう、パンデミックな状況で、ちょっと、ポカッと空いた時間があってですね、その空き時間を利用して、まあもともと米ちゃんはもう長く音楽やってるんですけれども、自身が、まあ死んだ後に、米ちゃん自身はあんまり欲がない人で、まあ欲しいもんも、特に何もないっていう風な、ちょっとこう、変わった、人間なんですけども、自身が死んだ後に、まあ、かなりね、音楽的、こう、素材をたくさん持っているので、まあ、それをこう、いい形で、まあ、インターネット利用して、こう、残しておこうということで、まあ、サウンドシナリーという部分と、ショート365っていう、いわゆる一つのこう素材を作品化にして残しておくということで、それを始めたんですね。それをやってるうちに、まあ、最初サウンドシナリオを始めたんですけども、100作目が近くなった時に、100作目に何かちょっとこう、やろうかなと。いうふうに思ったらしいんですけれども、その中でこう出てきたアイデアっていうのは僕らの時代っていうことだったんですよ。まあそれはどういう企画かっていうと、日本のですね、いわゆる隠れた名所、今ね、オーバーツーリズムとかいろいろ観光地の、こういろいろその周辺の環境が問題になってきておりますけれども、いわゆる日本のこう隠れた名所を発掘してですね、そこの映像や、まあ、画像、写真を使ってですね、それを音楽で演出して、多くの日本各地のですね、素晴らしい景観を世界に発信するという、100作目のですね、特別企画、サウンドシナリーオブジャパンっていうのをですね、企画して、クラウドファンティングに、企画したんですよ。で、結果ですね、それが実現しなかったっていうことでですね、まあ、結局、まあ、それを機にですね、僕にマジックボックス、やろうかと、降ってきたということで、始まったのがマジックボックスエピソードという、これが背景なんですね。まあ、一部ではですね、まあ、米ちゃんのクラウドファンディングは、こう、マジックボックスストーリーのための企画でですね、結局、その、
クラウドファンディングが実現してもしなくてもどちらの展開も考えられていたのではないかというふうにささやかれているんですけども、僕もそうなんじゃねえかなと、あんまりこう面と向かってベイちゃんには言わないですけども、そういうふうな説もあります。その後はですね、ベイちゃんがこう、マジックボックスエピソードを作りながらも、今、ヨーロッパのね、戦争だったり、中東の、戦争、紛争だったりね、そういったの背景でグローバルな、社会で、いろいろなね、分断されてしまっている世の中の、未来にですね、危機感を感じた、ベイちゃんが思い浮かんだのが、まずはですね、足元である、日本で生まれ育った、日本もね、いろいろ、混迷しているといえば混迷していることで、いろいろ日本のね、今までも古いシステムを糾弾されたりとか、そういった、声が、いろいろSNS 通じていろいろ出て、いる中で、実はですね、我々日本っていうのは、本当に恵まれた、運のいい地域でですね、実は、我々は本当に幸せ者なんだよと。ただね、そういった中でも日本でもいろいろね、様々な世代ですとか、いろいろ分断などが特にね、SNS とかで自分の仲間をパッと集まってしまうっていう、それ以外の人はもう、いわゆる壁の向こうの人みたいな感じの、ちょっといろんな分断がね、浮き彫りになっているこの世の中でですね、日本で生まれて育って、日本の環境の中でいろいろありますけれども、そういった日常の中には、いろんなね、光が差しているんだと。で、今回光っていうのは、優しさっていう部分を置き換えた部分で表現してるわけなんですけれども、それを日常に差す、優しさ、この光っていうのをですね、テーマにした、歌を作ろうという企画にいつの間にかなってたんですよ。で、僕は、マジックボックスを、歌詞ついたものを、歌詞はこれ、ひとし書いたものなんですけども、ひとしが。書いたもので、それを披露するっていう考えでマジックボックスやってたんですが、ベイちゃんは、そういった、ちょっと新しいテーマを持ってきちゃって、日本の光というですね、歌をですね、出すというふうな、企画になってて、ちょっと僕の中の、そのマジックボックスと、そのベイちゃんが考えるマジックボックスがずれ始めたっていう部分で、いろいろちょっと、したもんだが、あるっていうのは、マジックボックスファーストにも、劇中にも入ってるんですけども、その、新企画の日本の光、これは、現状のですね、世の中を憂うことなくですね、みんなでですね、光、要は、人を思いやる優しさとかですね、そういったものを、日々、日常で意識しながら、いろんなところに光を差していこうよと、そういうメッセージを込めた作品ということなんですけれども、それならそうで、自分たちで勝手にやってくれっていう部分もあったんですけども、なんか僕は、やんなきゃいけないっていう話に、僕も一応主要キャストということでですね、なってしまって、ちょっと僕が歌うような歌でもないんですけども、やらされてしまったというのが、このマジックボックスファーストで、これ誰か、別の方が歌ってくんないかな、これ。っていう感じがちょっと本音にあったりもするんですけども。とりあえずですね、そういう背景があるということで、お伝え申し上げました。それでは、まもなく、本編見れますので、ご覧ください。それでは、よろしくどうぞ。